物価上昇が続く中、13年ぶりの値引きです。吉野家は9日から1週間限定で、牛丼などを100円引きにすると発表しました。対象は牛丼のすべてのサイズのほか、ネギ玉牛丼や牛皿など39種類です。100円以上の値引きは2011年以来となります。物価上昇が続く中、 看板商品を手ごろな価格にすることで新たな客を増やしたいとしています。